Viimeksi kävi vähän huonosti tai jouduttiin taas pohjalle tässä näin, että ei oo jakutsaa. Ei oo työtä. Ei ole tulevaisuutta, mutta toisaalta tää... Jaha. Jaha, uusi taistelu. Rushia vaan. Noin. Oli se ehkä vähän helpompi. Aikamoinen kirittäjä. Siis tästä tyypistä pohditaan, että onko se ton niin kun hullun ulkokuori. Onko se vaan näyteltyä? Kun Jakutsan ollessa sillä lopussa, niin periaatteessa jo annetaan syytä, miksi se sekoisi. Mutta kun se on ollut niin tosi stoalainen tosi pitkään, että jos sillä on mielenterveyden ongelmia, niin ne on nimenomaan sitä Jakutsan kidutuksesta lähtenyt alussa. Matana. Tai sitten se ei ole koskaan ollut ihan tervejärkinä. Oi. Omae. Aoki ka? Hmm? Oh. Kiryu-san desu ka? Dojima-gumi no? Joo. Oboeteite kureta ka? Jitsu wa hisashiburi ni machi ni kaette kite na. Otsutome gokurou-sama deshita. 10 年. Nagakatta desu ne. Tässä saadaan jonkinlaisen maksimituomio. Varmaan kaikki tietää. Soria, tooji kono machi ni ita yatsura wa zenin shittemasu yo. Dojima no ryu ga oya koroshita tte ne. Ittoki wa sono uwasa de mochikiri deshita yo. Sou datta ka. Tokoro de Tamura no yatsu wa doko ni ichimatta nda? Iya, Tamura-san nara 5 年前にお亡くなりになりましたよ。前も戻ったの。田村さん、10年前のあの日から桐生さんの事件を追い続けてたんです。絶対に桐生さんは親を殺すような人じゃないって。記者でもないのに強引な聞き込みとか繰り返してました。まあ情報を扱う者にとっちゃ当然でかいネタだったんですが、ちょっと田村さんは普通じゃなかったですね。それで5年前。突然、田村さんが町から消えたんです。そして1週間後、海からコンクリート詰めにされた遺体が上がった。モルハ。多分知りすぎたんでしょう。ここはこの話のそのせんべいだ。ええ。俺も田村さんにはこの町のネタを多くもらっていたし、数年間はよく一緒に行動してたんで恩があったんです。それで田村さんの代わりにこの町のネタを集めてやろうって思いましてね。今じゃこうして記者兼情報屋になってるってわけです。で、桐生さん、何か情報が欲しいんじゃないですか？セレナってまだあるのか？セレナですか？ありますよ。10年前と変わらない場所にね。でも今日は営業してませんね。ママのレーナはまだいるのか？ええ、ご健在ですよ。今じゃ馴染みの客が来る時だけ店開けてるみたいです。私も一度だけ田村さんに連れられて飲みに行かせてもらったんですが、いい店ですね。最近この町じゃ珍しくゆっくり酒が楽しめる店ですね。そういえば
さっき仕入れの業者が出入りしてたんで、明日は営業するのかもしれません。時間があったら行ってみたらどうですか？他に聞きたいことはありますか？スターダスト？ああ、天下一通りのホストクラブのことですよ。ホストクラブ？ええ、10年前じゃ天下一通りにホストクラブなんてなかったでしょうが、今じゃ裏通りから表通りに進出してきてるんですよ。中でもスターダストは一番人気があるホストクラブなんじゃないですかね。そうなんだ。はあ、桐生さんが10年前に通ってたセレナのちょうど向かい側くらいに店はありますよ。行けばすぐに分かります。他に聞きたいことはありますか？中道通りで何かあったのか？ああ、あの騒ぎですか。正確な情報は分かりませんが、東城会の幹部クラスが中道通りのビルの一室で殺されたらしいです。エパエルだわ。ええ、警察もあれだけ来るってことは相当な大物でしょうね。ぶっちゃけ10年前の事件を思い出しますよ。堂島さんが死んだ時もあんな感じでしたからね。誰が殺したんだ？いや、まだそこまでは。でも話によりゃ内部抗争なんじゃないかって言われてますよ。メンタミリアルディア、まあ、桐生さんがいなくなってからの登場会はいろいろ揉めてましたからね。他に聞きたいことはありますか？Kelaisia muutoksia on tapahtunut. ありがとう。いえ。ああ、今後も田村さんほどじゃないですが、ネタは提供しますんで、いつでも来てください。No niin, hyvä homma. Ja tässä on opittu yksi tyyli. Ja yksi taito yhdestä tyylistä. おめえ何してんだ。店に何か用があるんですかね。オーナーの和樹に用があるんだ。なんと、どこの組のやつだ。あ、島の組だろ。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ。俺は和樹を探してるだけだ。どの組の人間でもない。ざけんなよ俺。一目見りゃ分かんだよ。どこどう見たって極道マンだろうが。てめえ何企んで上がる。和樹さんに何しようってんだ。おいおい、別に俺はお前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよ。やめんなよこれ。ヤクザって言えば何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。この町でもな、ヤクザの言いなりにならないで自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくとも和樹さんはそうやってのし上がったんだ。てめえらヤクザに和樹さんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かねえやつだな。うるさえ。俺はこの店命がけで守るんだ。ノイ、くそ。ユウヤ、何やってんだお前。すいません和樹さん、このヤクザが。堂島の桐生さんですか？ああ。失礼しました。風間さんから伺ってます。どうぞ中へ。タムネクロピー。Piippuhyllylle vaan. Ja siinä on seuralaisia. Suimasen desu. Ore tekkiri. Ja, ore no misu da. Hontou ni nante oobi sureba yoi ka. Kini shinai de kure. Sore yori omae Kazama no oyasu-san to wa donna kankei nan da? Ee. Yuya, hazushite kureru ka? Hai.
風間さんにはこの店開いた時から世話になってます。みかじめも取らず、商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです、うん、今この店があるのもあの人のおかげです。そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。なんか組の方には秘密ということで。そうだったのか。それで親父さんは？先ほど連絡したんですが、例の会長の件で身動きが取れないと。会長の件、何があったのか？ええ、東条会三代目世良会長が殺されたんです。やっぱし、何？昨日の深夜のことです。犯人はまだわからないんですが、ニュースでもさっき。何が起きてるんだ？赤尾と。ですが、堂島組長が亡くなって10年、今じゃ同じ東条会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです。堂島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ？それは。おら、オーナー出さんかい。キリュウ tulee apuun。島の組の連中です。ここは俺たちに任せて。もう一つやったってなんてんめこれはこれは、ようやくオーナーさんのお出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあね、うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえら、みかじめせびりに来たんだろ。いいよ、今日は飲みに来ただけやから。嘘だ。酒飲ませろって言うとるだけやろが。すみません、大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。参ったな、ほんまそんなつもりはなかったんやけどね。和樹さん、何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。言うや。クソやと。おいこらガキ、今は知らんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぜ、クソイカだ。なめんなクソガキ。言うや。じゃあ切るよ。なんやお前は。カズキ、言うやってやつの言う通りだ。何せたたとんだよ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのかお前ら。おい、店ごとぶっ潰せ。Blood on the dance floor. Asiakkaat katos jonnekin. Sillä on pyssy mukana. Anta, Dojima no kumichoa koroste mushio itta. Korea Shimano no ojaji ni saikou no miyage ga dekita wa. Chie-san!Joo. Mistä nää jakotsat saa näitä aseita? Tanaka no ojike! Shinji. Aa, luutnantiks päässyt. Nani jatten da konna tokoro de? Shimano gumi no naabari jaa nee daro. Niinpä. Sugi wa... nee so. Hontou ni o shitashiburi desu. Aa.出世したようだな、シンジ。出世っていうか、キリュウさん、さっきの続きなんですが、風間組を裏切って内部を割った人。ああ、錦山さんなんです。かっきだった。ただただおらせんもねん。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。ああ、近江連合。兄貴、俺は今錦山組の射程頭なんです。しょうまんペルヘンセイヨー。どういうことなんだ。ペルスタノ。兄貴、錦のおじきは、もう目の不安のパーソンか。昔のあの人じゃなくなっちまったんです。
だから風間のおやっさんは心配して組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。信じ、おやっさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか。明日は本部で三代目の葬儀が。おやっさんもその場を離れることはできません。それに100億の件もあって。何の話だ。東上会の金庫から100億抜かれていたそうなんです。ほほ。緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました。おやっさん、ぶらりぶらり、明日は葬儀場にいるんだな。ええ。まさか行く気ですか。でもまた島の組の連中に見つかったら。和樹、言うだけ無駄なんだ、こういう時のこの人は。10年ぶりのシャバだってのに早速こんな騒ぎに巻き込まれるなんて、さすが兄貴。バカ言え、俺は無所でもずっとおとなしくしてたんだ。喧嘩なんて本当に久々だ。本当ですか。兄貴から手出さなくても喧嘩売られたりしてたんじゃないですか。最初のうちはな。だが挑発に乗らずに無視しているうちに向こうが根負けしちまった。おかげで模範囚になり10年で仮出所だ。あの喧嘩っ早かった兄貴が10年間喧嘩ゼロとは。ま、そんなところも兄貴らしいですね。全然おかわりなくて安心しましたよ。変わってないか。うん。あれ、どうかしました。実はここに来る前、ある男から俺がこの10年ですっかり弱くなっちまったって言われてな。自分でも技の衰えを実感していたところだったんだ。そうですか。Tai mä en mä tiedä, että ton täytyy vaan olla parempi, jos se meinaa nyrkittää tiensä takaisin perheeseen. 10年前みたいにキレのある技を出せるようになりますよ。だといいんだがな。それで葬儀会場の件ですが、東上会の連中が大勢いますから、兄貴の正体がバレるとまずいことになります。正直何が起こるかわからないですから、できるだけの準備はしておいた方がいいですよ。もう準備はできましたか。そうですか。では準備ができたらまた。おお、en maksa. Niin joo, totta. Saatiin vähän kipurahaa.
もう準備はできました。vähän päivitellyt noita taitojakin, niin... じゃあ、少し明日のことを打ち合わせましょう。Mennään rauhallisesti hautajaisiin. Yhtään ei... 本当ですか、柏木さん。何驚いてんだ。お前のここ最近の働きからしたら、別におかしな話じゃないだろ。でも、まさか、俺が自分の組を持てるなんて。とはいえ、いきなり組持てって言っても手駒がいねえだろう。うちから腕利きのやつを何人か出すから、そいつらうまく使ってしのぎについて勉強しろ。柏木さん、ありがとうございます。ではないかもね、売れんのし。礼なら風間の親父に言え。これはもともと親父が言い出したことなんだからな。おやさんが。親父もそれだけお前には期待してるっていうことだ。それに桐生のこともある。え、桐生が。80-luvun lopussa nämä toimi kuitenkin oikein. Kasaman tahdon mukaan. いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。体裁上破門ということになっちゃいるが、絶縁じゃねえ。復帰の目もあるだろう。だが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。そのがまし。俺が桐生の。そうだ、戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいない。お前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれ。はい、俺桐生のためにも頑張ります。Funeral feasts. Ah, tää pitää itse asiassa oikeesti kaljuna. Ojaji, sumasen! Sore de, soitsu wa homma ni aitsu yattan ka? Hei, masikai arimasen. On se vähän kärsinyt. Sou ka, Kiryu, kaette kiotta ka? なあ、キリュウは相変わらずごっついやつやったんか。やばなおら。それはもう。そうかそうか。ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。ご機嫌やさかいな。エパオンニスト。指二本で許したるわ。Tämmönen olisi oikeesti jakkuussa puku siis. Aniki, これが登場会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやすさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ。そこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄貴を待ちます。Ihan kylmästi vaan bluffilla sisään. ここから先は、もうしょうがなければ立ち入り禁止だ。
本日はお忙しい。こちらに名前を書くのか。これでいいか。はい。キリュウ。Nyt se saa sydäri. カズマだと？てめえ、もしかして堂島の親父殺して無所行ってたキリュウか？いや、別人だ。だよな。親殺しの桐生がこんなところに来たら殺されるのがオチだからな。あいつもそんなにバカじゃねえか。間もなく告別式が始まるので会場内でお待ちください。いや、葬儀のバイトでここに来てるんですが、もしもどっかに落とした あれがないと裏口に入れないんですよ。確か外の受付の近くで落としたみたいなんだけどな。セレビタ、mikä tässä on? あ、それ私がなくした帽子を見つけてくれたんですね。ありがとうございます。はい、パウス。しかしマネージャー、模証は探し出したじゃないですか。そういう問題じゃないんだよ。あれほどあの模証は大事だと言っただろう、君。しかも似たようなミスを今まで何度もしているじゃないか。あ？そうですか。わかりましたよ。こんな仕事こっちからやめてやりますよ。ネットバカだ。さっき模証を探してくれた人ですね。ありがとうございます。何やら上司と揉めていたようだが。見てたんですか。実は模証をなくしたことがバレちゃいまして、減給とか処分されそうだったんでこっちからやめちゃいました。そうか。もともとこの仕事私に向いてませんでしたし、あのマネージャームカつくやつだし、ちょうどよかったですよ。せっかく探してもらった模証ですけど、さっきゴミ箱に捨てちゃいました。もう私には関係ないですから。じゃあ私はこれで帰ります。あ、ねとす。おう、葬儀か。ちょっと顔を貸してもらおうかい。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。正面から堂々とはの、堂島の桐生は。なぜ近江連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟に錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。ああ錦か。Mielenkiintoista。なんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。Miksi hän vaan sen kaapattua? Se on.
Sitä pystyy hitaasti kävelemään myöskin. Jitsa ima koko ni kuru mai ni osowareta. Eh? Oomi rengo no yatsu ni da. Doumo Nishiki ga shiji shite iru rashii. Masaka? Datte Nishiki no ojiki wa ore ni wa sonna koto hitokoto mo. Omae mo yōjin shiro. Wakatta na. Hai. Tonikaku Kazama no oyasu-san no tokoro e. Oyasu-san wa Ikimashou. Sōshiki tte ittemo minna kokoro no naka ja nani kangaete iru ka. 何せ登場界の三代目が死んだんです。後目が誰になるのか、殺したのは誰か、どいつもこいつも腹の探り合いですよ。それに世良会長は若くして三代目を継いだんで妬まれることも多かったみたいです。参列者の中には清々した顔のやつもいますよ。そういえば最近は葬式挙げるのも一苦労だって上の人間が愚痴ってました。兄貴が勤めに行ってる10年間で法律が厳しくなったんですよ。おかげで仇との付き合いも難しくなって、今時組葬なんてどこの葬儀屋もビビって受けたがりません。まあそんなご時世でこれだけでかい葬式挙げられるってのはまだまだ登場界の力が衰えてないって証拠ですけどね。兄貴到着しました。おやっさんは。それにしても浮かせでした。まさか錦のおじきが兄貴が来るのを見抜いてるとは。早く風間のおやっさんがいるところに行きましょう。兄貴が潜り込んでるのが知れ渡ったら大事になります。せいでは。この部屋でしばらくお待ちください。今風間のおやっさんを呼んできます。Lähempää pysty katsomaan. カズマ、おやっさん。10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやっさんは何も。変わらねえな、お前だけは。おやっさん、何があったんすか？登場会は。それに、錦は。あったのか、あいつに。いえ、あいつはあの10年前の事件からすっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓を亡くしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。täysin väärä tyyppi. おやっさん、johtoon siis. もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。ユミのことだ。ええ、行方不明って。それなんだが、ユミは。おやっさん！
Joku Jakut sampui se. Kazama no Ojiki! Temee! Omae! Kiryu! Kiryu? Aha. Nan ya, omae? Dōjima no ani no tsugi wa Kazama ka? Nani kangaetan ya? Shima no. Oo, omae ra! Zettai ni ikite kaesu ya nai de? Aha. Ulos meni. Niin tulee lisää. Kazuma. Nigero. Kazuma. Yumi wo. Hyakoku wo tanomu. Aa, tää on parasta vienyt ne. Ouch. Tuli tämmönen pohjalaiset hautajaiset tästä näin. Se lensi ulos. Laitakaa sit taloo. Siellä on muuta kuin miljoona jakutsaa. Tuo on ihan hyvä hoitella pois, koska katana tekee ikävästi vaurioa. Taas miljoona tyyppiä pitää hakata, että pääsee tätä ulos. Se oli Jakutsa nollassakin oli. Aa, tää tulee vastaan tässä. Olinkin juuri lämmitellyt mukavasti. Shimanoa vastaan. Mati! Noni, Shimano tulee. Tääkin on tatuoitu kunnolla. Koko wa tousaihende! Koko ga omae no hakaba ya! Noin. Siinä se on. Matsushi! Teme! もう一回言ってみろ。こんな定例会意味ないって言ったんですよ。なんだと？お前と話すくらいならバスへのキャバクラでブサイクな女とダベってる方がよっぽど有意義なんだよ。うん。なおけあれアルバストスタ。もう一遍言ってみろ。組長さんよ、ここらで一つはっきりさせときたいんだよな。俺らは風間の親父に言われたから仕方なくてめえについてるだけなんだよ。何？
風間の親父から俺のしのぎがどんだけ太い稼ぎか聞かされてねえわけじゃねえだろ。そいつが俺の核ってやつだ。ならそれなりに扱われねえとな。あの桐生ならまだしも、おめえみてえな幹部に尻尾振るしか脳のねえ青二歳に指図されるなんてまっぴらごめんだ。こっちは勝手にやらせてもらうぜ。てめえまだ話は終わってねえぞ。黙ってみてな。しのぎのお手本ってやつ見せてやるからよ。Kyllähän se on saanut käännettyä tämän tilanteen. Tämä nyt menee aika samalla tavalla kuin Yakuza 0. Koko made. Kannen shiro. ぶっ殺してやる。終わりだ。おい、なんじゃ。アウト、ペラストス。何もんだ。たった今、広域指定暴力団東条会三代目会長世良勝氏の葬儀会場から届いた映像です。詳しい情報はまだ入っていませんが、一人の男性が突然暴れ出したとのことで現場は大混乱になりました。男性の身元はまだ分かっていません。続報が入り次第お伝えします。テレビジョコバーティアとしてのインフォーマーティオ yhteis kuntaや、こかしたんペラスだよ。出所2日にしちゃ派手にやってんな。あんた、寂しいこと言うじゃねえか、キリュウ。伊達さん。伊達おり。風間が？ああ、無事かどうかも今は。だが風間の言ってたその100億という意味、やつは何をお前に伝えようとしていた？わからない。そうか。伊達さん、なんで俺を助けるような真似？4か？あんた丸棒に？10年前の堂島殺し、俺は上の意向を無視して突っ走って、結果一家下ろされて今はつまらねえヤクザの相手してる。お前と同じ、今じゃ組織の鼻つまみだ。やはたやめたれたんき、娘も愛想つかして出て行っちまった。お前に関わったおかげで人生が狂ったんだ。皆こねん syyttäjä。キリュウ、俺は今三代目のセラの殺しを追ってる。手風、あんたには助けてもらった借りがある。だが今の俺には東条会の100億が消え、三代目会長が殺された。そしてさっきの騒ぎの中心はお前。大変な事件が動き出したんだ。バパウトムセキリュウ、カズマの出生待っていたようにな。うん、持ってろ。今じゃガキでも持ってるんだぜ。俺は100億を探ってみる。お前はそのユミって女か。その2つの山は必ずどこかでつながってる。お互いに協力した方がいいんじゃねえか。そうだな、分かった。お前何か手がかりはあんのか？いや、とりあえず昔の馴染みに会ってみる。セレナって店だ。そうか。マスター、話は済んだ。もう店開けて構わないぜ。はい。
お前が無所に入ってる間にカムロ町も様変わりしただろう。ああ、馴染みの定食屋がなくなってたな。占領通りにあった店か。あそこは潰れてデートクラブになって、それも潰れてキャッチバーになって、まあそれも潰れて、あれ次なんだっけな。